私はその事実を知れただけでも幸福なのかもしれません。せめて私が不甲斐なければ、しくじりさえしなければ運命は変わっていたのかもしれません。なるほど。マジか。マジか。もうなんか今泣きそうやったわ。真の血筋は奥様の方だったと。いやーでもとりあえず五十嵐さんはかわいそうな人だな。ちょっと、そうだね。奥さんとあのターボバーバーはやめ多分別人なのかな。なんか別人でもあの人が旦那様が眠ってるって言ってるから、あの人があのそのなんか伝説の時に救ったんだよ。おばあさんがこの源一郎の奥さんのお母さんで、うん、うんうん、で奥さんは若い頃にあの五十嵐さんを白日様の夢から覚ましてあげた、まあ婚姻を結んでる家系だからできたっていう風には、うんうんうん、まあ理由付けをできるような気がするけど、どうなんだろうね。でも奥さんが死んじゃったのは書いてあったわ、あれね。なんかはい、そうです、ね、でも待って、息子も死んでるやん。うん、そうなんだ。でも待って、そうだよね、休憩室に源次さんいたね。いたね。しかもすごくその声的に若くないというか、夢の中にいるって言ってたもんね、自分は。この後息子が気がかりだね。あと息子でもまだやることあるでしょ、この全ての呪いの元凶をなんとかするっていう。任せろって言ってましたよ、うん、あの人。白日様の像を、白日様の方を任せろって言ってたね。だからあの人にはやることがまだあるってことじゃないですか。なるほど。五十嵐さんのことやっぱ助けられなかったか。無事な、うん、だから本当昔の記憶っていうか。そうだね、生きてるのは源一郎さんだけなのかな。わかんないけど、もうまあ言えたからね、うん、夫婦でバランス取ってるって言ってたから、はい、その片割れが、まあ、奥さんがいなくなっちゃったから、確かにね、だからこそ白日様が今暴れてるんだろうし、うん、もう死んじゃったんだろうな。だからだよな。いやーね、あの人しずくさんだったらめっちゃ熱いよな。でも辻褄が合わないよな、うん、でも今黒縄さんの言った通り、うん、血筋ってことで血筋バランスを取ってるって考えたら、うんうんうん、なんで白日様が今こんな暴れてるかって、いや絶対に殺されちゃったからだと思う、うん、うん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 、で多分源氏さんももう死んでるんだろうな、走馬灯的な。五十嵐さんと同じ状態なんだと思う。うんうん、ループしてるって。でも自覚してるから、いやでもやられてたな、画界にも。うん、もう俺たちのやれることって言ったらバランスをまた戻す。そうだね、ことなんじゃない。うん、そうね、猫い様に力を与える。行くか。行こう。とりあえずこの長い夢覚まそうぜ。覚まそう。そうだな。トラゾー待ってろよ。今行くから。トラゾーさんも救えるかもしれない。じゃあ行きますよ。はい。マスターキーで開けます。でここから執事の部屋行って。うん。どうします。一旦夜叉が来るの待つか。そのまま走って執事の部屋行くか。
事故が怖いから待ってもいいかもね。オッケー、夜叉が来た、もし夜叉が来なかったらいいんだけど、来たらじゃあ黒名さん一回お願いします。オッケー。で、図書室の鍵、本、いや、俺持ちますよ。あ、オッケー、了解です、お願いします。行くか、行こう。この世界なんか本がある、読みます。え、何者かがペケペケペケ様の像をどこかに隠してしまった。これのせいで、そうに違いない、悪夢から抜け出すには像を正しい位置に戻さなくては。だが間違ってもペケ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 の方の封印を解いてはならない。なるほどね。え、でもこれは多分、うん、これあいつなんじゃない、源一郎なんじゃない、書いてんの。うん、紅白実様よな。うん、あ、ハテナハテナ、白星の穴、ちょっと持ちますね、花。はい、読みます。うん、青き花は白日のもとに、赤き花は夢の中に。だから赤はリメクイ様のとこにやって、うん、青があるところは白日様ってことだよね。なるほど。だからここはやっぱ白日様の祭壇だ、ね、でこれを源氏さんは取って隠したんだ。はい、はい、なるほど。じゃあ行きますか。どうなってるか分かんないけど、うわ、どっちから来る、どっち、よく殺して。来てる来てる来てる、はい、オッケー、ナイス、行きましょう、さあ行くぞ、やばい、行こう、もう一個しかねえからな。オッケー、違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。どこ行った、ちょっと待って、羊の部屋、羊、ここ途中の、ここです、羊、はい、開けた、ありがとう。この上だよね、登るよ。マジで見えない、何も見えない、ガチで見えない、え、見えない、どうしたらいい、わかんない、ツル、いけてる、マジ見えない、ガチで見えない。ヒト、ナイス、木箱、オッケーオッケー、こっち、あ、そう、まっすぐ、そうそう、あ、いる、左、まずいな、一回これでクリアする、オッケー、ナイス、ラスト1個、地下に行くぞ、オッケー、開けます、入って、プラス入った、もう下目指してる、僕たちの部屋だよね、そう、やばい、俺入れます、頼む、ほら、ナイス、ハマ、俺がパス、コース、オッケー、チェイソー、ナイス、早く、ゾウ設置して、ここだ、ゾウ設置します、頼む、はい、もう何もできない、これを起こしたのはお前たちだ。メクイ様のお前たちは何を求める、何を求める、悪夢を食べてください。我が妻がお前たちを気に入ってるよ。私を眠りから覚ました。礼をしろと拝んでおる。今回は特別に私を
心臓に近き方に持ち、流れに逆らうな、夢か覚めようとするな、いつも通り過ごせ。どういうこと？さあ、心臓ってどっち？左？左。これさ、オフハンドってこと？そうだね。どういうこと？いつも通り過ごせ。いつも通り。え？あ！鳴ってる。来ます。うん。もしもし。ゆえくい様を元に戻したようだな。あ、源氏さん、はい、戻しました。白日様は俺が今元に戻す。これでバランスは整うってことですよね。そうだとは思う。俺たち夢から抜け出せるんすよね。それはわからない。俺は夢に入ったことはない。入ったことがあるのは俺の母さんだけだ。どういうこと？え？源氏さん、あなた今夢の…ああ、俺は今入ったが、夢から抜け出す方法を知っているのは母さんだけだ。執事を救った時と同じ。源氏さん、あなた…どうした？いや、救われないな。いえ、一つ聞いていいか？はい。今は西暦何年だ？2022年。なるほどな。この世界は神の世界だ。人々はそれを夢と呼ぶが、神の世界では時空や時間が歪むとされている。母さんと五十嵐さんが帰ってこれたのは、母さんが時雨家の血を持っているからだろう。昔、夢国様と婚姻を結んだ一人の娘。しばらくすると村に一人の赤ん坊が置かれていた。夢食い様の像の前、人々はそれをあの少女の子供だと、そう言い、時様家という家を作り、代々育ててきた。残された権力者の男には息子もいたが、その一族を春間家と名付け、代々この村を守ってきたという。母さんが夢から出れたのは、自分の可愛い子孫を一目見れた神の気まぐれかもしれないな。まだ時間はある。お前たちは、夢食い様の指示に従い、静かにその時を待て。はい。わかりました。いや、だとしたら時空がつながっ、なんか歪んでるんだったらさ、うん、今、もしかしたら源氏さん、殺される前の源氏さんかもしれなかったんだよね。はいはい。
だから言えばよかったのか、もしかしたら未来変わったかもしれなかったな。そんなことしちゃダメか。わからないな。いやーどうだろうね。流れ、その時系列的には奥さんと同じタイミングで、まあ、殺されているんだよね。そうですね。だとしたらもうどうしようもない気はするが。だとしたらこれ源氏さんを止めれば、源氏さんに伝えたらってことは、戻る先は奥さんが殺される前の話なんですよ。うん。だから源氏さんがお父さんの誤解を解けば、うん、奥さんも殺されることないし、五十嵐さんも殺されることない、なんか別の世界線みたいなのが生まれるんじゃないかなって思うんですけど。なるほどね。神の計らい的な。五十嵐さんも、消えちゃった五十嵐さんも、殺されちゃった奥さんも助けられるはずだよ。これがもし2022年だけじゃなかったら、いろんな時代の人がいるんだったら、うん、なるほどね。いやもう、もうほんと夢物語みたいならしいですけどね。どうなるかわかんないけど、源氏さんからまた連絡来たらさ、伝えてみようよ。左ですよね、うん、もう朝じゃん。その家族の幸せを願えっていう意味もあるんだろうね。俺らがやるべきこと。トラゾさん、もしもし。あ、もしもし。あ、トラゾ。うん。いや、ようやくこの日が来たな。じゃあ今日のお昼頃を迎えに行くから。オッケー。あの車のとこまで戻っといてくれ。はい。はいはい。じゃあまたお昼頃ね。はい。行く前にやることあるだろう。いる、あ、ケンジさん。おう、どうした、帰らないのか。ちょっと俺たち伝え忘れたことがあるんですよ。伝え忘れたこと、なんかさっき西暦何年かって聞いたじゃないですか。ああ、源氏さんのそのいた西暦って何年？1990年だ。あ、俺たちとは違う、やっぱり違う時代の人なんですね。源氏さん、伝えたいことがあるんです。夢から戻ったら殺されちゃうかもです。俺が殺されたのは記憶にある、うん、まあ正確に言うと親父に切りかかられてね、うん、死ぬ気で逃げて逃げて、白日様の偶像を掴んで、その先記憶がないんだ。俺は死んだのかもしれない。そう、妥当的な。じゃあもう過去の話なんですね。奥さんも源氏さんも切られちゃったのは。だが気になることはある。まあこれはあくまで憶測に過ぎないが、はい、母さんが夢の中から出てきたという話をしたのは覚えてるか。はい。これは本当におぼろげな記憶なんだが、
五十嵐さんが夢の世界に落ちた理由、それは白日様の貢ぎ物を持った状態で崖から落ちてしまったんだ。そのまま目を覚ますことなく死んでしまったと思った。しかし気がつくと五十嵐さんと母さんがふと祠の前に立っていたという話を聞いたことがある。もしかすると運命は変わったのかもしれない。まあそんなことができるのも、そんなことをなぜしたのかも、神は気まぐれだ。何を考えているかわからない。神なんてな、人間の考える範疇の存在ではない。何が正しくて何が間違いで、何が怒りに触れて何が喜びなのかもわからん。俺がどうなるかは二人の神が決めてくれるだろう。少なくともお前たちは夢食い様の指示に従って身を委ねてみろ。わかりました。また会うかもしれないな。そうですね、夢から覚めたらまたどこかで。行くぞ。ここにお酒置いていきますね。もしよかったらこれもお供え物に使ってください。いやもう夢から覚めたらさ、うん、エンジさんも死んじゃうのかな。五十嵐さんみたいに消えちゃうのかな。えでもわかんない、神様的超パワーでなんとかなるかもな。うん、ねえ夢食いさん聞いてる？おーい、おー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 おおお茶番やるやつじゃない。びっくりした。クライマックスよ。びっくりした。みんな、まあ、最後明るく出ようぜこの館を。そうね。ちなみに俺は追い出されたぜ扉から。マイペースお兄さんいないよ。え？よし、もうやることやったよな全部。うん、じゃあお酒。あ、見てくれ。あがたまはないよ。冷めた？これさ、はあ、もし俺右手に持ってたらどうなったかと思うとめっちゃ怖いんやけど。怖いね。そんなところに。左に心臓あってよかったね。左にあってよかった。心臓ありがとう。心臓よしよし、ありがとう心臓。ちょっと開けれるかな。開くよ。うわうわ、出られるんだ。外だ。外だよ。よし、今まで本当にクソありがとうございました。いやお世話になりました。まあ止めてもらったのは本当にありがとうございました。そう、3日間止めてもらいましたから、ね、3日どころじゃないけども。でもこれ廃墟なんかな。にしては綺麗だけどね。誰かが管理してんのかな。さっきからこのチェスト気になるよね。気になるんだよな。あったっけ。
古く擦り切れた手記。誰が読む？最後譲り合う、マジ？いや、最後譲り合う。読んでくれ、ペンさん。あ、オッケーオッケー。読みます。ここは、俺は死んだはずでは。そうか、あの夢は。俺はまだ死ねない定めなのか。夢食い様、まだこの血筋を守らねばならないのですね。そうか、源氏さんは、はあ、血筋なのか。そうだね、時サメの血筋だ。ありがとう、名もなき夢であった者たちよ。運命は君たちの手で変わった。またどこかで会おう。はあ、じゃあ源氏さんは生きてるからこんな綺麗だってことか。そうだね、なるほどね。うまくいったんだ。よかったよ。いや、まだ俺たち終わってないぜ。帰ろうぜ。あいつ帰ろう。いや、迎えに来てるんでしょ。でも、いや、もう帰るどころか、こっから旅行よ、僕らは。そうだよ、こっからだってね。夢見心地だっけ、夢ごちだか知らねえけどさ。夢ごち。いや、あの車のとこで待ってんのかな、あいつ。どうだろう、ね、か、あ、ってか、あ、あ、おやおや、探し物は見つかったかい。探し物どころか、人の命拾っちゃったわ。それは私の旦那様ではないか。あ、これお返しします。はいはい、いや、探しましたよ。本当に、なんかありがとうございました。ありがとうございました。よろしければこれお酒、はい。なんでお酒配っていう。それだったら足速くなるかもしれないんで気をつけてください。まあまあ、あの人は気まぐれですから。よく言うでしょ、神は気まぐれと。そうですね。そうですね。え、あ、待って、あ、待って、ターボばあちゃん、待って、今目そらしたらいなくなってたんだけど。ターボばあ、ターボすぎ。やっぱり。じゃあちょっと戻るか。てかさ、みんな画界とか残ってるよな、俺たち。残ってる。俺それ気になっててさ。俺たち本当に夢の世界にいたのかな。超パワー手に入れた。え、まあ、戻るか。なんだったら小型チェーンソー。俺もなんだったら落ち塗られた担当持ってますよ。まずい、まずい。伝わるってそれ。気づいたんだけどさ、うん、ヒカキ棒を使ってないんだよ。いや、多分あの暖炉のところにある焚き火を消せたんじゃないかな。ダメージ食らずに通れますよ。あー、そういうことか。うん、うわ、よかった、なんか要素をやっちゃったのかなと思って。多分大丈夫。俺たちフィジカルで行ったんだ、じゃあ。そうそうそう、気合いで。まあ、気になるのは陽光炉ぐらいかな、ちょっとね。確かにね。焼却炉。じゃあ行こっか。はい。とかなりました。お、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 あ、ちょっと待って、ここ住めない。ちょ、あ、待った待った。いやー、遅いよ、ちょっと。いや、お前、ほんと、何してたんだよ。え、いやいや、普通に。え、俺、ここにいたけど。え、ん、だから、お前、なんか旅館に行ってるとか。美味しいご飯食べてるね。いや、これから行くでしょって、旅行。梅酒、梅酒ロックで。じゃあ、やっぱり、お前も見てたんだ。もう寝てたろ。寝てないって。寝てた人の言い方だ。寝てたな。いや、ちょっと気がついたらみんないないからさ。いや、うとうとしてたの。気がついたらってもう寝とるやん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、本当にもうすごかったんだぞ俺ら。あったんだぞ、マジで。も20日ぐらい、もう1ヶ月ぐらい過ごしたんじゃないあそこで。僕ら何回死んだ、マジで。死んだの。足くじいて死んだぞ。そうそうそう、足くじいて死んだよ。本当に。いいわかんないよ、早く乗って。
じゃあ行くよ、はい、ちょっとバックして別の短い行くわ、これ。ああ、そうだね、ちょっと小型チェーンソー俺構えとくわ、一回。なんでそんな持ってんの、怖い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 。俺もハツリハンマーでなんとかね、こう、うん、直す。なんでそんな持ってんの、止まんなくなってさ、これなんか。僕じゃあ、バカイ持ってくわいや、伝わんないっていやー、楽しかったね、夢心地。虎像梅酒飲みすぎ。さすがに飲みすぎてお腹痛いわ。そういえば次はどこに行くんですか。そりゃ決まってるだろ。え？